はい、えー、ナマスカラー。はい、えっ、ー、と、このビデオは、えー、JFND の、えっ、ー、と、あの行動中心アプローチの、えー、第1週の3本目のビデオになりますね。3本目のビデオになります。はい、えっ、ー、とね。えっ、ー、と、まあ、いいや。オッケーはい、あの、このコースは、えっ、ー、とねこ、この3本目のビデオではですね、えー、まあ、私も日本語教師ですし、えー、このコースに参加している人も大体が、えー、日本語教師、 日本語教師だと思います、あるいは日本語教師になりたい人だと思いますね。なので、あとでは具体的にその日本語教師を例にとって、その行動リストをどう作るか、そういうことをあのご紹介してみたいと思うんですね。はい、では、ね、ではこの日本語教師の行動リストっていうのを作ってみるんですけど、これ、あのここ、ね、まあ、3つぐらいにちょっと分けてみました。えー、最初はその、えー、毎日やる定例的な、つまりいつもやる行動ですね。 はい、それから2番目は毎学期やる、まあ、1学期に1回とか2回とか、そういうものですね。そういういつもやる行動で。3番目は定例的ではない、例外的なんだけど、でもよくある行動というふうに分けています。毎日やるあの行動としては、前の先生ね、その同じクラスを受け持っている先生が、あの自分の授業の前にどんなことをしたのか、まあ、今日私が教えるとしたら、昨日教えた先生から、 昨日何をやりましたかっていうことを教えてもらう、そういうことですね。それから家に帰って、それから明日の授業の準備をしたりします。それからもちろん学校に出勤したりする。これはもう毎日やることですよね、ほとんど毎日やります。まあ、ただね、えーあのー、同じ科目を1人で教えているときは、この引き継ぎメモっていうのはありませんね、はいえーで。では2番目、毎学期やる定例的な行動としてはですね、えー、次,次の学期ね。 まあ、例えば1学期が終わったら2学期に、えー、何曜日に働くことができるかということを、えー、主任の先生に伝えたりしますね、はいで。その主任の先生から新しい時間表,、ね、新しい時間表を渡されて、えー、読む。こういうのも大体毎学期にやると思います。あとね、こういうふうにあの、えー、定例的、つまりいつもやることではないけどよくあること、えー、よくあることとしては 体調を崩したとき、病気になっちゃったり、ね、熱が出ちゃったり、えー、そういうときに、すいません、今日ちょっと授業行けないんです、ごめんなさいっていうね、そういうことを主任の先生にお知らせしたりします。えー、こういうことはあの、日本語の教師のね、まあ、このね、引き継ぎメモは、まあ、1人で教えてる人は、この引き継ぎメモはないと思いますけど、えー、それ以外は、多分あの、えー、あのどんな、ねえー、学校でもよくやっていることではないかと思います。こういうのが行動リスト。 というふうに読んでいますね。はい。でね、でもね、これだけだと何を教えればいいか分からないですよね。はい、えーで。で、そのためには、じゃあ、それをですね、あのなまあ、えっ、ー、とね、これがどうして何を教えればいいのか分からないかっていうと、まだね、大きすぎるんです。大きすぎるんですね。でそれぞれを一つをもっともっと細かくしていくと、えー、何を教えればいいか、そういうことが見えてきます。それがね、この、あの、 細細かかくく分分割しよう細かく分けよう、ううけっていうところですね。例えばね、さっき前のページで、前の先生の引き継ぎのメモを読むっていうのがありましたね。はい、この時にね、えー、それをもっと細かく分けてみたいと思います。引き継ぎのメモ、これメールで多分もらうことが最近だったら多いと思うんですけど、えー、そのメールを、ね、発信した人、誰がそのメールを書いたのか、えー、メールを書いた人の名前を読む。 そのためにはまあ同僚の名簿が読めるということが必要になってきますね。えあと、やっぱり一番大事だったのは、予定通りだったのか、えー、予定通りだったのかを読むで。それから予定通りじゃなかった場合、教科書のどこから始め,る始めればいいのかを読む。はいえー、それから欠席した人、休んだ人がいたかどうかも読む。その,場合その場合は、そのメールの中に、 生徒の名前が書いてあると思いますから、その生徒の名前が読めることも必要になってきますよね。あとは、宿題がどのぐらいできたのか、そういうことも読んでおく必要があると思います。まあ、引き継ぎメモの中には、他にもいろんなことが書いてあると思いますけど、一般的なものとしては、こういうものが多いんじゃないかと思いますね。つまり、その引き継ぎメモを読むっていう、その行動も、こういうふうにもっともっと分けていけばいいわけです。そうすると、だんだん何を教えればいいかも分かってくるわけですね。はい で例えば、じゃあ、どういうことを教えればいいか。あのまあ、お疲れ様ですという挨拶も必要ですよね。それから、予定通りでしたとか、予定通りできませんでした。あれでき,あよできました。ごめんなさい。予定通りできました。はい、あと、それから、なんとかができませんでしたとかね。あと、人の名前入れて、な、え、ん、ー、と,とかさんが欠席でした。なんとかさんが休みましたということも必要です。あと、まあ、教科書を使っている場合は、基本的には、 第何か、第1か、第2かという言葉も使いますし、教科書ではね、えー、10ページとか100ページ、えーと、150ページとかそういうページも必要ですし、あと、あの、グループでね、教えている場合は、あの、何名、人を数えるときに欠席3名とかね、そういう名も必要でしょう。あと、それから教科書の中で部分にいろいろ分かれていますよね、教科書はね。本文とか、練習とか、えー、文系とかね、えー 練習 A、練習 B、練習 C とかね、そういうふうに分かれていますから、そういうのも必要だと思います。あと、もちろん、そのさっきも、えー、発信者とか生徒の名前を読む必要がありますから、同僚の名前とか生徒の名前も必要になってくると思います。はいまあ、こういうふうにですね、えー、文系シラバスと違って、行動中心アプローチでは、まず、まずどんな行動をするかということですね。 つまり日本語の先生だったらどんな行動をすすす。るるかといいううきに引継ぎこで例えば、その引き継ぎをするっていう行動のをするためには、じゃあ、どんなこうあの言葉どんな言語が必要なのか、えー、そういうことを考えるのが、この,げあの行動中心アプローチの基本的な考え方になりますね。はいえー、それでは次のビデオでは、えー、実際にです、ね、皆さんが自分のオリジナルのコースを開発するときに、自分の強みっていうのがあるといいので、 それについてどう,どういうふうに見つければいいか、そういうことを考えてみたいと思います。はい、それではフィルムゲー。